はい、皆さんこんにちは、ハチヤトラコです。動画を撮っていきます。今日はスマホでパパッとね撮っちゃおうかなと思ってます。はい、最近、バイト始めたんだけど、ダブルワークでね、サラリーマンの仕事とは別で、始めたんだけど、食べ物屋さんで、いらっしゃいませって。で、俺さ、それですごい疑問があって、どうなんだろう、どうなんだろうかと。いや、いいんだよ、いいんだけど、何かっていうと、愛想が悪いのってあれ何なんだろうね。うちの、バイト先で、一人、嘘、一人じゃない、一人や二人じゃ済まない、何人もだよ。そう、結構な人数で、先輩たちがね、愛想が悪いのよ。愛想悪く接客してんの。俺あれすげえなと思って。別に、悪口じゃないんだけど。だし、愛想がいい悪いは、その個人のね、受け手の問題だから、それは何でもいいんだけど、でもさ、なんか、接客業だったら、基本愛想がいいぐらいの感じのスタンスで俺はいたわけ。その気持ちでいたんだけど、でもなんかね、すごいよね。その、今のバイト先って。もう、ありがとうございます。みたいな。スマイル0円くださいって言いたくなるぐらいの感じ。本当に。ありがとうございます。じゃあ530円ですね。じゃあこちらの番号でお会いします。はい。みたいな。本当に誇張してない。こんな感じでやってる人結構いて。で、まあ別に注意するあれもないし、先輩だしね。上司とかあったりするから、まあ、何っていうあれもないんだけど、ああいうさ、すごい疑問、純粋な疑問で、ああいう風に愛想が悪い店員さんって、自分が愛想が悪いっていうことを理解しているのかな。もしかしたら自分自身愛想が悪いっていう自覚がないのかもしれないよね、ああいう人たちって。で、逆にさ、ほら、自分がお客さんの立場になった時に、今度はほら、なんだあの愛想の悪い店員嫌いとかっていうのを言ったりとかすんのかな。どうなんだろうね、どうなんだろうか。逆かな、自分のお客さんの時に店員さんが愛想が悪くても全く気にならないから、だから自分が店員の立場になった時でも愛想悪くやるの別にいいじゃんみたいなことなのかな。どうなんだろう。あるいは海外的なこと、そのほらチップもらわないとチップもらわないといいサービスしませんみたいなことなのかな。まあどっちでもいいんだけど、そう、クレームでもなんでもないんだけど、ちょっとね疑問だった。愛想が悪い店員さんってあれは何なんだろうなって思ったっていうだけのお話です。はーい。解決はしません。またねー。